2年生の図工、ハサミのアートをバージョンアップして、アートな面白い生き物を作る教材にしてみました。まず、八つ切り画用紙を半分に折り、好きなところからハサミを入れて、ぐにゃぐにゃ、ギザギザ、紙の方を回しながら面白い形に切っていきます。30秒くらい切ったら、好きなところで切り離します。大きい方をもう少し切って、3つに切り分けます。開いた紙の形から生き物をイメージしてみましょう。中心になる紙が決まったら、他の紙の形を生かしてそのまま貼ってもいいし、切り取って使ってもいいです。このぐにゃぐにゃの形を生かして足にしてみましょう。生き物の大体の形ができたら糊で貼ります。スティック糊は時間が経つと剥がれやすいので、液体糊を使いましょう。糊がはみ出さないよう薄くつけるのがコツです。今度は濃い色の色画用紙を使います。大きさは白い画用紙の半分です。白い画用紙の時と同じように、半分に折ったら面白い形に切り取り、3つくらいに切り分けます。これを白い画用紙で作った形と組み合わせていきます。そのまま貼ってもいいし、好きな形に切って貼ってもいいです。ここはカニの爪に見えたので、ギザギザに切って、裏から貼り付けました。目玉は白い画用紙と色画用紙の大きさを変えて重ねて貼るといいです。細かく切ったパーツを貼ってみました。切り取った後の紙の形も面白いので、周りを切って色画用紙の上に貼りました。時間いっぱい工夫したら、出来上がりにしましょう。残った紙を片付けましょう。大きい紙切れと小さい切りくずに分けたら、小さい方は捨てて、大きい方は残しておきます。こうすると付け足したいところに使えます。作品の裏に名前を書いたら、生き物の名前を考えましょう。カニのような爪で、タコのような足をぐにゃぐにゃさせているので、泳ぐカニタコ星人という題名にしました。ギザギザに切った模様と大きな目が特徴の何でも見てるゾーネ。目が6つ、鋭い爪の大きな手がある深海のタコ未来。膝を曲げたり伸ばしたりしている感じの踊るんるん。左右に頭が2つの双子ザウルス。8本の足に2つの頭。鳴き声を上げながら歩いているようなほっほっほろほろ馬。よく見ると帽子に見えるところにも顔があります。2つの顔のおしゃれマン。切った髪の形からアートな生き物がたくさんできました。みんなの生き物を壁に飾り、面白生き物ランドを作りましょう。